最強の分子列伝のコーナー。分子、やっこい、分子、わっこい。今回は孔明と並び称される最強分子、鳳雛こと鳳刀、についてやっぞ、ほらやっぞ。鳳刀も三国志の登場人物なので、いつものように三国志演義における鳳刀の話からするぜ。聞くぜ。鳳刀の存在が初めて知らされるのは、劉備が西郷らの追ってから逃げている時だった。慶州にいる時だね。劉備は芝木にかくまわれるのだが、その際に芝木の友人として鳳刀の名前が出ている。その際の話では、鳳刀は芝木よりも5歳下であるという。芝木の年齢がいくつかわからないからなんとも。芝木の弟子の話では、芝木は鳳刀を特に気に入っており、弟と呼んでいるということだった。その後劉備は芝木に会い、伏龍と鳳雛、一人でも得られれば天下を平定できると言われたが、劉備が芝木に伏龍と鳳雛とは一体何者なのかと聞くと、芝木は、よいぞよいぞ、というだけだった。鳳雛、よりも、鳳刀、の名の方が先に出てきていたんだね。だが鳳刀が鳳雛であることは明かされず、また鳳刀の出番は随分後のこととなる。なお鳳刀と芝木の出会いのエピソードは語られており、芝木が木に登って桑の実を取っていた時、たまたま鳳刀が来て、木の下に座り込むと、二人は一日中議論していたという。馬があったわけだね。鳳雛の正体が鳳刀だと明かされるのは、伏龍の正体が孔明であると明かされるのと同じタイミングでのことであった。鳳雛は常用の鳳刀であり、伏龍はまさしく諸葛孔明です。序書は別れ際に劉備にそう伝えたのである。詳しくは、序書、を見てね。鳳刀が三国志演義に登場するのは、石壁の戦いの最中である。どの場面だい？曹操に仕えていた召喚が周瑜に会いに来る場面だ。この時周瑜は露宿に対し、鳳刀を呼ぶように言った。周瑜や露宿は鳳刀の知り合いなのかい？鳳刀は戦乱を避けて江東を仮住まいとしており、かつて露宿は周瑜に鳳刀を推挙したことがあった。だがこの時点ではまだ周瑜と鳳刀は直接会ってはいなかったようだ。鳳刀は露宿に会った際、曹操を倒す秘策を授けていた。ほう、秘策とな。名付けて、連冠の計。してどのような計画なのかね。鳳刀は露宿に対し、曹操を倒すなら必ず火攻めを用いるべきだと言った。だが問題点も同時に認識していた。問題点とな。上皇の水面で一艘の船に火をつければ、他の船は散り散りになって逃げてしまう。そこで鳳刀は自身が、連冠の計、を曹操に献上し、船と船を釘付けさせればうまくいくという。露宿がこれを周瑜に報告すると、周瑜はその計略に感じ入った。露宿、周瑜、鳳刀の協力ラインナップだね。周瑜にとって召喚の来訪は渡りに船であった。周瑜は召喚をわざと鳳刀に会うように仕向けた。召喚は鳳雛の名をすでに聞き及んでおり、それが鳳刀のことだと知っていたようで、召喚と鳳刀は話し込んだ。召喚は周瑜の手のひらの上なわけだね。召喚は鳳刀が不遇な立場にあると知り、曹操への推挙を自分がすると言い出した。鳳刀はそれを聞いて喜び、前から江東を離れたかったと答える。召喚は鳳刀と共に長江を北上し、鳳刀を曹操に紹介したのである。人材コレクターの曹操が一番喜びそうなことだね。孔明な鳳雛が来たと聞くや曹操大歓喜。自ら外に出て鳳刀を出迎えた。曹操の好意雨天は基本長所なんだけどな。曹操が三国志の覇者になったゆえんだな。実際曹操陣営には優秀な人材が多い。準育準優確定育長領長公助公、いずれも優秀な人材だね。代々宗家に仕えてきたわけではなく、曹操の代からの人材だからな。しかも半分ぐらいはもともと曹操の敵だった人物だ。格も長領も最初は敵だったもんね。格に至っては息子の命を奪ったとも言える。それでも曹操は格を重用した。詳しくは、格、を見てね。曹操は鳳刀を先生と呼び、教えを賜りたいと言った。中華最強の権力者がこの態度である。鳳刀が曹操に対し陣営を拝見したいと言ったので、曹操は鳳刀を案内して陣営を見学させた。鳳刀は曹操陣営の素晴らしさを称え、孫子や呉氏、芝城書でもこれにはかなわないでしょうと言った。いずれも不病実説に選ばれるほどの兵法者だね。
続いて砲塔は水軍の陣営を見学した。今のは陸軍の話だったのだね。砲塔はそこで周遊の破滅を予言したので、曹操は大いに喜んだ。曹操は酒宴を開いて砲塔をもてなし、傭兵の機微について語り合った。まるで疑う様子がない。砲塔は酒に酔い、軍中に酔い石はいるかと言った。曹操がその理由を尋ねると、砲塔は水軍に病人が多いことを指摘した。曹操軍は水上に不慣れで、また風土病などもあり、多数の死者が出ていたのだ。河北から長江流域に行くと、風土病にかかることが多いんだよね。砲塔は曹操水軍が万全ではないことを指摘した。その上でその対策があると切り出した。すでに兵は発動しているわけだね。曹操は砲塔が検索することに大喜びした。砲塔は長江には潮の満ち引きがあり、波風もやまないことを指摘した。川にも潮の満ち引きがあるんだね。続いて北方の兵士は船に乗り込むことに不慣れで、船が揺れると病気にかかると言った。なので大小の船をそれぞれ組み合わせ、30隻、あるいは50隻の船を一組にし、へさきと船尾を鉄の輪で数珠つなぎにした上で、上に幅の広い板を置けば、波風や潮の流れも気にならなくなると言った。自然な進め方だ。曹操は砲塔の策に大変感激し、早速鉄の鎖を作らせ、船を数珠つなぎにしていった。曹操軍の兵士も船の揺れに苦しめられていたので、共に喜び合ったという。かわいそうな兵士たち。砲塔はその後、江東には周遊を恨んでいる者がたくさんおり、自分が曹操のためにその者らを説得しようと提案した。そうすれば周遊は孤立無援となり、周遊が敗北すれば劉備など問題にならないと宣言。これを聞いた曹操は再び大歓喜。砲塔先生素敵すぎます。砲塔は天下万民を救いたいと願っているだけだと言い、曹操に対して長江を渡った後に、住民を殺さないよう懇願した。それに対し曹操は、自分が住民を殺戮するようなむごいことをするわけがないと答えた。序州で自分が何をしたのか忘れたのか。砲塔は自分の一族を助けると明記した盾札を欲しいと懇願し、曹操はそれに快く答えた。曹操は果たしてそのような約束を守るのだろうか。自分が去った後すぐに軍勢を進めるよう言い残し、砲塔は曹操陣営を去っていった。曹操陣営の誰も砲塔の策を見破れなかった。ただ一人を除いては、むむ、一人にでも見破られたらまずいのでは？大した度胸だな。その人物は砲塔が船に乗り込もうとした時、砲塔を引っ張ってそう言った。砲塔大ピンチじゃないか。お前たちの陰謀で曹操は騙せても私を騙すことはできないぞ。砲塔はそれを聞いて慌てて振り返ると、そこには助手がいた。助手、やっこい、助手。君が我が計を破るというのであれば、残念ながら江南の民は全て君の手で命を落とすことになるだろう。砲塔がそう言うと、助手は笑った。何がおかしい？砲塔が本気で計を破る気かと問うと、助手は次のように答えた。私は有功主から受けた手厚い恩義に感動し、ずっと恩返しをしたいと思い続けている。曹操は私の母を死に追いやった人物だから、一生奴のために渡った一つの契約さえ堅持ないつもりだ。だから君の策を破ったりするものか。助手の静かなる復讐だね。砲塔はその後助手に脱出方法を教え、船に乗って江東へと向かっていった。なお助手はその後西洋から関水と馬頭が攻めてくると有言し、助手はその備えに向かうことになる。助手は脱出したわけだね。次に砲塔が登場するときには石壁の戦いは終わっていた。砲塔の策通り曹操水軍は火に包まれ、劉備、孫権連合軍は曹操を撃退したのだった。詳しくは、石壁の戦い、を見てね。次に砲塔が登場するのは周遊の葬儀の場であった。おう周遊よ死んでしまうとは。周遊を憤死させておきながら、わざわざ弔いに来るとは、後に人がいないと馬鹿にするにも程があるぞ。孔明が声をする方を向くと、そこには砲塔がいた。ついに伏流と砲数が揃ったんだね。孔明は大笑いし、二人は船に乗って大いに語り合った。そして孔明は砲塔に一通の封書を渡した。封書とな？孔明は孫権が砲塔を徴用できないことをわかっていた。なので孔明は砲塔に対し、劉備を助けた方が良いと語り、自身は慶州へと帰っていったのである。
一緒に劉備の元には帰らなかったのかい？宝刀は露宿の推挙を受け、孫権と会見したのだ。だが孫権は宝刀の外見が気に入らなかった。曹操とはえらい違いだ。曹操は人の能力を愛する男だからな。孫権は宝刀に対し、自分と周囲を比べてどう思うか質問した。宝刀は全然違うと言って笑ったが、孫権は宝刀が周囲を馬鹿にしたと思い不愉快だった。宝刀と孫権の相性は非常に悪そうだね。結局孫権は宝刀を重用しないことにした。その後露宿が孫権を説得するのだが、孫権は宝刀を重用する気はなかった。露宿が宝刀に対し、一体どこへ行くつもりかと尋ねると、宝刀は曹操の元に向かうと言った。露宿はそれは豚に真珠だと言い、慶州に行って劉備に身を寄せることを提案した。三国志演義の露宿は劉備大好きマンなんだよね。宝刀は実は劉備の元に身を寄せたいと思っていたことを告げ、露宿は宝刀のために推薦文をしたためた。必ず言う、孫両家が争うことなく、力を合わせて曹操を破りましょう。宝刀はそれこそが私の本当の念願ですと述べると、慶州にいる劉備の元に向かった。なら最初から劉備の元に向かえばよかったではないかというのは野暮なんだろうな。宝刀がやってくると、劉備は早速宝刀と会見した。だが劉備も宝刀の外見が気に入らなかった。孫権と同じじゃないか。この時孔明はおらず、また宝刀は孔明と露宿からの推薦状も出さずに劉備との会見を続けた。劉公宿殿は賢者を招き、立派な人物を用いられると聞いたので、身を寄せに参りました。劉備は宝刀を遠方にある賢霊の職に任じた。宝刀は劉備が自分を冷遇したことを理解したが、孔明がいないこともあり、しぶしぶそれを受け入れた。そういえば劉邦も最初は関心を強要しようとしなかったね。宝刀は着任すると、全く政務を取ろうとせず、日がない一日飲んだくれていた。いじけてしまった。これを知った劉備は腹を立て、張飛と孫権に命じて巡視に行かせた。張飛と孫権が到着すると兵士、住民、管理が揃って二人を出迎えた。張飛も偉くなったもんだねー。だが賢霊である宝刀は出てこなかった。賢霊の野郎はどこに行った？張飛が大声でそう叫ぶと、宝刀が着任してから100日以上も全く仕事をしていないことを管理が述べた。これは張飛大暴れの予感。この日も宝刀が二日酔いで起きていないと知って、張飛は宝刀を逮捕しようとした。だが孫権は宝刀は賢明な人物なので軽々しく扱ってはならないとした。孫権を張飛につけたのは正解だったね。劉備は孔明ほど賢くないし関羽や張飛ほど強くないが、人事の確かさに関してはトップクラスだからな。なんだかんだ英雄の器だよね。張飛は県の役所に入り、県令を呼びにやった。宝刀はきちんと清掃もせずに、酒に酔ってふらつきながら出てきた。張飛を前にその態度とは度胸があるというか。兄貴がお前を見込んで県令の地位につけたのに、どうしてお前は公務を全部投げ出してやらねえんだ。宝刀は笑いながらそれに答えた。将軍は、私がどんな公務を投げ出したとおっしゃるんですか？あの張飛相手に喧嘩を売っているのか。お前は着任してから100日以上も酔っ払ってばっかりで、それでどうして公務ができるってんだ。張飛がそう言うと、宝刀は張飛に、しばらく座って自分の仕事を見ているように言った。宝刀は溜まっていた公文書をすべて処理するから持ってくるよう申し渡し。手で決裁を書き、口で裁断し、耳で訴えを聞いて瞬く間に溜まっていた仕事を終わらせてしまった。マルチタスクの鬼だね。その仕事はすべて的確であり、寸分の誤りもなかったという。それを見た張飛はすっかり平伏し、宝刀に謝った。先生はすげえ力をお持ちだ、俺から兄貴に推挙しよう。張飛らしいね。宝刀はここで露宿の推薦状を取り出した。なんで兄貴に初めに会った時にそれを出さなかったんです。張飛がそう聞くと宝刀は推薦状を傘に着ているみたいだからだと答えた。張飛はそのまま戻って劉備にことと次第を説明した。劉備は自らの過ちを認め、露宿からの推薦状の封を開いた。劉備はこういうところは素直だよね。そこには宝刀は賢霊のような職ではなく、もっと重要な地位につかせてこそ力を発揮するであろうと書かれていた。もし宝刀を要望で判断するならば、彼の学識の深さを見落とし、他の者が用いることになるとも書かれていた。
結局砲塔を見かけで判断しなかったのは早々だけだったね。劉備が露宿の推薦状を読み終わった頃、ちょうど孔明が帰ってきた。孔明が砲塔は元気かと劉備に尋ねたところ、賢吏としての職を放棄して叫びたりになっていることを話した。孔明はそれを聞いて砲塔は賢吏の器ではないと説明。自分の推薦状を読まなかったのかと劉備に問うた。そういえば孔明の推薦状はまだ封が開かれていないね。大いなる賢者が些細な職につけられると、往々にして酒でごまかし、公務の処理を怠るものです。孔明にそう言われると、劉備は張飛に言われなければ賢者を失うところだったと反省した。反省したなら許す。劉備は張飛に砲塔を呼びに行かせ、砲塔が来ると詫びた。砲塔はそこで初めて孔明の推薦状を出した。何が書かれていたんだい？砲数が来たならば即刻徴用すべし。劉備はかつて芝木に言われた伏流と砲数が揃ったことに喜んだ。無敵ですね。劉備は砲塔を副軍中郎将に任命し、孔明と共に軍略を立てさせたのである。このことを聞いて焦った人物がいた。誰だい？曹操だ。曹操は力をつけた劉備が孫権と結んで北上することを恐れた。そしてその際に西凉の馬頭と協撃することを予期したのだ。劉備侮りがたし。次に砲塔が出てくるのは、張昭がやってきた時だった。張昭は優勝の配下だったね。劉備は孔明、砲塔両名と共に張昭を迎えた。張昭の狙いは劉備に職の地を収めてもらうこと。張昭が帰った後は砲声がやってきて、劉備に職を乗っ取ることを進めた。かなりとんでもない話だよね。砲声が帰っていった後、劉備が考え込んでいると、砲塔が言った。決断すべき時に決断しないのは愚か者です。言うねー。劉備が砲塔にどうしたらよいのか尋ねると、砲塔は張昭と砲声が協力してくれるのだから一体何を迷う必要があるのかと答えた。職を乗っ取れということだね。だが劉備は小さな利益のために天下に対して真偽を失うようなことをやる気にはなれないと言った。情動にこだわっていては、一寸も先へ進むことはできず、臨機応変にやるべきです。砲塔は孔明とは違うタイプの軍師だよね。結局劉備は職を責めることにし、砲塔、孔忠、義援と共に職に行き、孔明、関羽、張飛、張允には慶州を守るように言った。義援がそこに名を連ねるんだね。劉備がいれば義援は非常に優秀な将軍だからな。かくして劉備の職攻めが始まったのである。職を乗っ取るんだね。砲塔は砲声と図って劉璋を殺そうとした。砲塔は劉備に対し、劉璋を殺す計画を伝えた。だが劉備はそれは天が許さず、住民が恨むことだと言って跳ねのけた。あくまで劉備自身はその気はなかったが、周りがそう仕立て上げたというわけか。三国志演義において劉備は絶対善でなければならなかったからな。砲塔はこれは自分の計画ではなく張昭が砲声のもとに密書をよこしたものだと説明した。砲声もこれは天命だと劉備を説得する。天命ねえ。劉璋殿は私の同族だ。そんなことをやるには忍びない。砲声はこのような劉備の態度を批判し、砲塔も砲声に同意した。だが劉備はそれを受け付けない。ここでそれを受け入れるようなら、劉備は善玉として怪しくなるもんね。翌日、劉備は劉璋と共に酒宴を楽しんだ。砲塔は砲声に対し、劉備の指図を待っていられないとし、義援に隙を見て劉璋を泣き者にするよう命じた。砲塔はなかなかダーティーな面があるよね。砲塔は武装した兵を忍ばせ、義援が手を下すのを待った。だが劉璋の部下の中に砲塔の動きを察知した者があった。常人である。劉璋軍一の中心。義援が剣舞にかこつけて劉璋を殺そうとしているのを察知した張飛は、自らも剣舞に参加した。義援は劉邦に目配せをしたので劉邦も剣を抜いて剣舞に参加し、それに対応するように劉璋の配下も参加した。一触即発の状況だね。拷問の会ではあるまいし、剣を捨てない者は即座に切る。怒った劉備がそう叫び、前に参加している者の剣を取り上げた。この場面のモデルは拷問の会なんだろうね。宴が終わると劉備は砲塔を叱責した。貴公らはどうして私を不義に陥れようとするのか、二度とあんな真似はするな。砲塔は怒られてしまった。さて、時は少し進み、劉備が花房館に駐屯している時、孔明からの手紙が来て、
孫夫人が後に帰ったこと、曹操軍が樹脂を攻撃したことなどを知り、劉備は宝刀に相談した。曹操が勝てば必ず慶州を奪い取ろうとするだろうし、孫権が勝ってもまた必ず慶州を奪い取ろうとするだろう。一体どうしたらよいだろうか。慶州は劉備軍の要だもんね。宝刀は孔明がいるから後は容易には慶州に攻撃をかけられないと説得し、劉璋に対し曹操軍が孫権に攻撃をしており、孫権との同盟のためにこれを救援せねばならない旨を伝え、同族の吉見で速やかに兵士と食料を要求するように言った。そういえば劉備と孫権はこの時同盟を結んでいたね。劉備は同意して使者を成都に送った。結果は劉備が要求したよりもはるかに少ない援助があるだけだった。劉備は激怒し、返事の手紙を破り捨ててしまう。劉備は激怒した。宝刀は行かれる劉備に三つの計略を提案した。ほう、三つもかい？一つ目は精鋭を選んで昼夜兼行で生徒を強襲することを上策とした。二つ目は二人の敵将を義兄にて殺害し、その後に生徒を攻めることを中策とした。三つ目の下策は？白帝まで撤退し、夜通しかけて慶州に帰り、改めて食攻撃を計画する。劉備はどれを選んだんだい？結局二つ目の中策を選んだ。劉璋を騙すんだね。なお劉備がもたもたしている間に長相の企みが劉璋に知られ、長相の家族は全員処刑された。裏切り者の末路だね。劉備の企みを知った劉璋は各地に檄を飛ばすことになる。一方劉備は風水館にいる劉璋側の将軍、妖怪と後輩をおびき寄せていた。この際宝刀は二人が喜んで出てくるなら用心しなければならないと主張し、出てこないならすぐに軍勢を動かして直ちに関を攻め取るように言った。劉備はちゃんと宝刀の言うことを聞くかな。宝刀は二人の将軍の劉備への殺意を見抜き、義援と交中に関所から来る将兵を一人も逃さないよう命じた。今更ながら宝刀の方が交中や義援より地位が高いんだね。かくして二人の将軍は捕まって切られたのであった。宝刀先生は全てを見抜いておられる。宝刀は二人の将軍の指揮下にあった兵士たちに道案内をさせ、たちまちのうちに不遂館を攻略してしまった。その後劉備は酒宴を開き、今日は宴会を大いに楽しもうと言った。すると宝刀は、他人の国を討伐して楽しむのは人者の戦いではありません、と述べた。宝刀が避難したいのは酒宴なのか、それとも他人の国を討伐することなのか。劉備は怒って宝刀に出ていくように申し渡す。宝刀はそれを聞いて笑いながら出て行った。よくわからない話だな。翌朝、劉備は宝刀に詫びた。宝刀もまた劉備に詫び、二人は笑い合った。この話は一体何なんだ。劉備と宝刀は次なる拠点落城の攻略を目指したが、劉将軍の将軍である霊峰と刀剣がその近くにそれぞれ砦を築いていた。この砦はそれぞれ義援と交中が攻略することになったが、宝刀は二人が喧嘩することを見抜き、劉備に後詰めをするように提言した。詳しくは、義援、を見てね。宝刀の読み通り二人は喧嘩したものの、劉備が後詰めしていたため砦の攻略には成功した。その後劉備と宝刀は落城の攻略に向かおうとするのだが、そこに孔明からの使いがやってきた。馬陽という名のその使いは孔明からの手紙を差し出し、劉備がそれを読むと、天文の結果落城攻略について憔悴のみに協調が出ているというものだった。三国志演義において孔明の言葉は絶対。宝刀はこれを孔明が自分が手柄を立てることを邪魔しようとしているのだと思った。そこで宝刀は劉備に対し、これは劉備が職を獲得する吉兆であり、協調ではないのだと主張した。三国志演義における絶対者孔明の意見に異を唱えるんだね。宝刀は自分と義援、劉備と交中というように軍を二つに分け、自分たちは南から落城を目指すことにした。南北から攻撃しようというわけだね。劉備は自分は幼い頃から馬や弓に習熟しているから、細い道を行った方が良いと言ったが、宝刀は自分が細い道を行くと言って聞かなかった。続々と死亡フラグが立っていく。劉備は前日に不吉な夢を見たため、どうにもこの戦は不吉だと言ったが、宝刀はどうして夢を見たぐらいでためらわれるのかと答えた。宝刀は占いなどの類は信じそうにない性格だね。劉備は私がためらうのは孔明から来た手紙があるからだと反論。宝刀には戻って席を守備するよう提言した。
命令したわけではないのだね。宝刀は劉備は孔明に惑わされているとし、孔明は自分に手柄を独り占めされたくないから劉備にそのようなことを吹き込んだのだと主張した。そして自分はあくまでも出陣すると言って聞かなかった。宝刀は頑固そうだもんね。次の日の朝、劉備は宝刀に再会を約束したが、その時宝刀の馬が暴れて宝刀を振り落としてしまった。そこで劉備は自分の乗っている白馬を宝刀に授けた。宝刀は深く感謝し、それぞれ進撃していったのである。進撃の宝刀。一方劉将陣営では軍議が行われていた。その中で超人は山の裏に細い道があり、そこが肝心だから自分が守備を担当しようと申し出た。一番厄介な相手に当たったね。かくして超人は細い道の守りにつき、義援の軍勢が来るとスルーした。なんで？次の軍勢がやってくると、超人軍の兵が敵軍の大将を指していった。白馬に乗っているのが劉備に違いありません。それは確かに劉備が乗っていた馬だけど。一方の宝刀は嫌な予感がしたため、近くの人間にここは何という場所か聞いた。すると、楽宝派という名前だということが分かった。そしてそれを聞いた宝刀は愕然とした。私の道号は宝数、楽宝派という地名は私にとって不利だ。宝刀でもそういうのは気にするんだね。宝刀は急いで軍を引き返そうとしたが、その瞬間に矢が嵐のように降ってきた。そして宝刀はその矢の嵐を浴びて絶命したのである。絶対正義孔明様の言うことを聞かないからだ。宝刀の死を知った劉備は激しく慟哭した。私心を失った劉備は慶州から孔明を呼び寄せることにした。あるいはこれが後の関羽の悲劇につながったかもしれない。詳しくは、関羽、を見てね。とまあここまでが三国志演義における宝刀だ。ここからは実際の宝刀について見ていこう。正史三国志に記録があるのだね。序書と違って宝刀には職所に列伝が立てられている。正史三国志によれば、宝刀、あざなは資源、常陽の生まれであるという。常陽は慶州の中心都市だね。若い頃はその見た目もあり、評価する者はいなかったという。古代中国でもイケメン、イズ、ジャスティスなのか。冷戦の芝木という人物は清潔、温厚で、人物を見分ける鑑識眼を持っているとのことで会いに行った。芝木も冷戦の人なんだね。純育や格下、秦軍に序書などと同じだな。三国志初期の段階では冷戦出身の知識人コミュニティがあったようだな。曹操軍が強大になったのも、冷戦の知識人コミュニティを吸収したからだと言える。純育から人脈が広がったもんね。常陽生まれの宝刀は、冷戦コミュニティの一員ではなかった。宝刀が芝木に会いに行ったのは、二十歳の時であったという。そういえば曹操も若い頃に人物鑑定に行っていたね。この時代、人物鑑定が流行していたんだ。最も有名なのが巨師匠で、彼は月に一回人物評を出し、月丹評、と呼ばれていた。どうして人物評価が流行ったんだい？人物評は将来の出世につながったからな。五感は文治社会でさらに儒教社会だ。後世のように科挙試験があるわけではなく、推挙によって官僚になるシステムだった。長距離戦というやつだね。推挙されるには儒教の素養があると判断される必要があり、特定の人物が出す人物鑑定はその評価の判断材料だったわけだ。中でも巨師匠の出す人物鑑定は非常に大きな影響力を持ち、彼に批判されることを恐れて印象は過敏な服装を慎んだと言われている。参考を出すような家柄の人間でもその人物評価を気にするんだね。三国志全体で言えば、巨師匠と並んで有名なのが芝木だ。孔明、宝刀、序書の三人が有名だが、関数や孔老といった人物も芝木に支持している。慶州における人物評及び知識人コミュニティの中心だったわけだね。宝刀が芝木に会いに行った時、芝木は木に登って桑の葉を摘んでいたという。芝木は木の上で、宝刀は木の下で、昼から夜になるまで二人は語らった。そのあたりは三国志演義と大体同じだね。三国志演義だとなぜか桑の実になっていたけどな。芝木は宝刀を大変高く評価し、南州の詩人の第一人者になるだろうと称えた。芝木が宝刀を評価したことで、宝刀の名は一気に知れ渡ることになる。誰が評価したか、で評判が変わるのは、今も昔も変わらないね。宝刀は軍の高僧に採用された。高僧？
官職の名で、人事を担当し、管理の採用や能力の査定などを行う役職だ。宝刀はもともと人物評価が大好きで、人を育てることに努力をしたのだが、その人物が持っている能力以上に評価することが多かったので、当時の人々は不審に思ってその旨を宝刀に伝えた。これは三国志演義にはないエピソードだね。宝刀はそれらの意見に対し次のように答えた。現在天下は大いに乱れ、制度は衰え、善人が少なく悪人が多い。このような時に道徳的行為を盛んにしようとしたところで、大げさに褒めてやらなければ名誉は十分に希求されない。あれ、三国志演義の宝刀とイメージが違う。十分希求されなければ、善事を行う者は少ないだろう。今10人を抜擢し5人は失敗したとして、なお半数を手に入れたことになる上、世の評価を高め、志ある者に努力をさせることが可能なのだ。これも良いではないか。宝刀は少しでも世を良くしようという志の持ち主だったのか。そういった部分は三国志演義ではバッサリカットされているがな。やがて周囲が南軍の大使となり、そのまま亡くなったので、宝刀は周囲の遺骸を送って後に行った。あれ、前漢の刑は？そんなものはない。正史三国志において、宝刀が赤壁の戦いに参加した記録はない。そんなバカな。あんなに活躍したじゃないか。宝刀の名は有名で、この人の中には彼の名を知る者も多かった。なので宝刀が帰ろうとすると、たくさんの人々が集まってきた。しばきの人物鑑定ってよほど影響が大きかったんだね。集まってきた人々の中には陸籍、前僧などもいた。前僧は孫権の娘の夫で、陸籍は陸孫と同族だったね。前僧が孫権の娘である孫露伴と結婚するのはこれよりだいぶ後の話だけどな。宝刀は集まってきた人々に評価を与えた。陸籍に対してはドバだが早足の能力を持っていると言った。ドバ？足の遅い馬のことだ。褒めるんじゃなかったのか。前僧に対しては施しを好み名声をしたい、知力が多いとは言えないが、やはり時代を代表する優れた人物であると。褒めてるんだかなんなんだか。宝刀は慶州に戻り、やがて劉備が慶州を得るとそのまま劉備に仕えた。勤めている役所が劉備の支配地になったから劉備に仕えたというわけだね。劉備は宝刀に権令を任せたが、実績が上がらなかったので免官にした。あれ、免官、徴費は？尊権は？そんなものはない。半年分の溜まりに溜まった仕事をものの見事に処理したエピソードは、宝刀が年間になったと知るや、ロシクは劉備に対して手紙を送った。なぜロシクが？宝資源は権力で収まるような器ではありません。もっと重要な地位につけて初めてその才能が活かせるのです。また孔明も宝刀について劉備に取りました。劉備は宝刀と面談し、宝刀の有能さを認めて奇中十字に任命し、孔明同様軍師中郎将にした。いきなり孔明と同格にしたんだね。かなり思い切った人事だと言えるが、劉備には何かが見えていたのだろうな。その後は三国志演義同様孔明は慶州に残り、宝刀は劉備と共に入職したのである。そして益州の僕であった優勝と劉備が会談することになった際、宝刀は劉備に対し、優勝を捕らえることを勧めた。三国志演義よりはマイルドだね。劉備はこの提案を却下したが、劉備が優勝のために漢中の長路征伐に向かう際、宝刀は三つの策を劉備に提案した。優勝は後鳥羽道の教祖長路と争っていて、そのために劉備と結ぼうとしたんだったね。一つ目の策は防備の薄くなっている生徒を強襲するというもので、これを上策とした。二つ目は白水館を守る妖怪、後輩領将軍を呼び出して捕らえ、その後生徒に向かうというもので、これを事前の策とした。三つ目は？白帝まで撤退し、さらに慶州に戻るというもので、これは三つの中で最も悪いとした。三国志演義では劉備は事前策を選んだけど、実際はどうだったんだい？実際の歴史でも劉備は事前策を選んだ。妖怪、後輩両名は日頃から劉備を慶州に返せと優勝をいさめており、劉備陣営からすれば排除したい存在であった。三国志演義での劉備陣営は欲求むき出しだね。むしろ三国志演義では劉備を善玉に書こうとしすぎて不自然になっていると言えるな。どんなに取り繕おうともやってることは侵略だしね。宝刀の策は次のようだった。
常日頃から劉備を排除したがっていた楊将軍に、急な事変により慶州に戻ることを伝える。そうすれば楊将軍は劉備を見送りに来るだろうから捕らえて軍団を乗っ取り成都に向かう。かくして劉備は砲塔の策を実行し、了解、後輩楊将軍を捕らえて処刑してしまった。はかったな劉備。その後劉備軍は成都に向かい連戦連勝。気を良くした劉備は宴会にて浮かれてみせた。それに対して砲塔は一言、他人の国を征伐して喜んでいるのは仁者の戦ではありません。この部分は実話だったんだね。劉備は腹を立て、昔殷周革命の時に周の武王が歌って踊った礼を出し、砲塔に対して出ていくように叫んだ。砲塔は出て行ったが劉備はすぐに砲塔を呼び戻し、砲塔はその後そ知らぬ顔で飲み食いを続けた。劉備が砲塔に対し、先ほどの議論はどちらが間違っていたのか問うと、砲塔は君臣ともに間違っておりましたと答え、劉備は大笑いして宴を続けた。正史の流れだと不自然さはないね。三国志演義はあくまで正史三国志を題材にした物語なので、どこかに歪みが生まれてしまうものだ。砲塔はその歪みを担当した存在だとも言える。正史だと砲塔が特別ダーティーな感じはしないね。三国志演義では劉備や孔明を善玉にするため、砲塔をややダーティーにすることにしたのだろう。砲塔は犠牲になったのだ。ただ、三国志演義では、連冠の計などのように大活躍する場面もあるがな。また、三国志演義では砲塔は劇的な最後を遂げたが、正史三国志ではその最後は非常に簡潔だ。進軍して楽県を包囲した。砲塔は軍勢を率いて攻撃したが、流れ矢に当たって亡くなった。孔明の占いなどはなかったんだね。孔明は何でもお見通し、というのは三国志演義で繰り返されるお約束だからな。三国志演義は砲塔の死すらもその出しにしたと言えるだろう。孔明の言うことは絶対。劉備は砲塔の死を激しく悲しみ、砲塔の話をするたびに涙したという。三国志の作者である陳寿は、砲塔に対し、義の人物に当てはめると純育の兄弟だとしている。これはかなりの褒め言葉だよね。陳寿は純育を長領や陳平に比しているぐらいだからな。詳しくは純育を見てね。陳寿自身が蜀漢の出身だったということもあっただろうが、砲塔に対する陳寿の評価は極めて高かったと言える。砲塔は三国志演義で書かれたようなスーパー軍師ではなかったが、蜀漢建国の功臣であったのは間違いないだろう。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。